能都半島地震の発災の時、私はあの子供と一緒にいたんですけれども、うん、あの子供意外と冷静<ー>だったんですよ。はい、で、あの私が正直一番慌ててしまったんですね。ということで、非常時家族を守るためにはどう備えるべきなんでしょうか。防災士に話を聞いてきました。ない前提で準備をしておいた方がいいと思います。 マザーズバッグの延長線上でいいという百均とかでもいいと思いますお話を伺ったのは防災士の村上彩子さん今回の地震では避難所の運営に携わりました普段は防災教室などに出向き正しい知識や日頃の備えについて伝えています 村上さん県内では震度5強という観測史上、はい、最大の揺れを観測しましたよね。そうですね今回初めて避難所に行かれた方とかこう揺れが大きくて慌てたよっていうようなお声もたくさんいただきました。村上さんおっしゃるように今回初めて避難所に行った方、はい、避難所へ行くことが現実的に感じられた方、うん、多くいらっしゃると思うんですよ。避難所なんですけど、はい 行けば防災グッズ、はいはい、食料といったものは大丈夫なんでしょうか。行ってあの物があればあのありがたいんで、あの逆にない前提で準備をしておいた方がいいと思います。うんはい、こちらのお写真は、あそうですね。私があの行ったところのあの避難所の写真なんですけども、はい、ここは小学校の体育館。 休む場所として運動用のマットが用意されました発災が元日だったこともあり物や人の手配がいつもより難しかった中でその場にあったものを活用したそうです床の上よりは暖かいですしいいんですけども例えば小さい子供さんがいらっしゃる方だと、うん、やっぱりちょっと抵抗あったりすると思うのでこう膝掛けとかバスタオルとか 一枚あのバッグの中に入っていればそれを使ってあの体を休ませることができるかなと思います。南さんは運動用のマットでそのまま休めそうですか。そうですね。そのまま床に寝るっていうよりかはち、ええっと運動用のマットがあった方が寝やすいとは思うんですけども。うん まあ心地よく寝られるかと言われれば難しいなと思いますちょっとなんかブランケットとかね欲しいなって思いますよねえ、はい、村上さんによりますと開設したばかりの避難所では備蓄品があっても管理する人が到着していなくてどこにあるのかその場所が分からずに出せないということもあるそうなんですえ避難所に行けば物が揃っていて何とかなると思わずに自分で必要なものは自分で用意する準備するということが大切です ただ小さな子どもはまだ自分で準備することができません。どのように備えてあげればいいのでしょうか。小さい子どもさんをお持ちの方だと、あのマザーズバッグって言ってお出かけの際にあの大きなあのバッグ準備されると思うんですけど、<laughs> ね、はい。マザーズバッグでプラスアルファという風に考えていただければいいかなと思います。そう思うとお母さん方も準備がしやすいかもしれないですね。そうですね。 防災用にプラスするなら、こんなものがおすすめだそうです。45リットルのゴミ袋は汚れ物などを入れられますし、子どもの雨具代わりにもなるそう。笛は大声を出すよりも簡単に助けを呼ぶことができます。そして意外に大切なのが、子どもが普段遊んでいるおもちゃ、そして食べ慣れたお菓子です。 不安な状況の時にはあの心を安定させる一つというふうに考えていただいてちょっと子どもが不安に思っていたりそれから避難所の食べ物が合わなかった時のために準備しておけばいいかなというふうには思います。村上さんご自身は持ち出し袋にどんなものを備えているのか見せてもらいました。 専門のというものではないんですけれども、えー、あの子どもが使っていたもののおふるこれは確か運動会の景品でもらったものだったと思うんですけますねうち猫飼ってるんですけど、はい、猫にここかじられてしまってちょっと、はい、これが危ないなと思って買い替えた時にそのまま防災リュックの中にスペアとして入れました。 ガラスが割れたときなどに役立つ底のしっかりしたルームシューズは以前自宅で使っていたもの。村上さんの防災リュックはお下がりや家にあるものが活用されていました。そういったものでもいいんですね。私やっぱり防災リュックっていうと、はい、本当に一流のものをちゃんと入れておかなきゃっていう意識があったんですけど、はいはい、あのこういった専門のものでもいいですし、百均とかでもいいと思います。 ポイントとしては自分の目で見て考えて選ぶっていうことかなと思います。今回地震が起きて正直一番冷静だったのは子どもだったんですよ。保育園でも小学校でも避難訓練が行われているので、やはりそういった訓練を定期的にやっている子どもたちは、いざという時にとっさに反応できるので、 普段からの備えっっててて本当に大事だなって今回改めて思いました。そうですね。100点満点っていうものはあのないと思ってますので例えばこういう防災バッグを作るにしても普段から備えて普段から少しずつあのブラッシュアップしてでやっていくことがいいのではないかなって思っています。 東日本大震災の時にはハンドクリームそしてリップクリームが欲しかったという調査結果も出ているそうなんでですよね,あですねでもあの村上さんが言うように以前自分が使っていてもう使わなくなったものを防災グッズとしてリュックに入れていいんだと思うと少しハードルが下がりますし準備がしやすくなりますよね。はい、日頃かから皆さんも備えをしっかりししっりておきましょう